今日はですね、2020年4月7日火曜日12時45分ということで、まあ普段はね、深夜にね、撮影することが多いんですけれども、今日はね、なんといってもですね、まあ夕方に緊急事態宣言がされるということで、まあちょっとそれに伴ってですね、どうなっていくのかなということで、ちょっと話していきたいなというふうに思います。まず昨日ですね、4月6日月曜日だったんですけども、結構、登校日、入学式が行われたり、まあ、あとは始業式行われたり、あとはまあ、実際のね、学校に登校する生徒が、結構いたんですね。で、まあ、ネットの情報ですと、6割、公立小中の6割がですね、普通通り、なんか行われていたということなんですよね。で、まあ、私教えている、塾で教えている生徒で、やっぱり都立が多いので、まあ、具体的な高校を言うと、まあ、国立高校とか立川高校とか、そういった生徒を教えることが多いんですけども、そういった学校ではですね、まあ、一応集められて、まあ、かといって課題ですね。課題をドカーンと与えられて、で、まあ、ゴールデンウィーク明けまでにやっといてね、ということで、まあ、東京の都立のね、高校はですね、まあ、基本的にもう、5月、の、そのゴールデンウィークまではもうお休みっていうことでなってますので、それまでの期間を、の課題ですね。それをちょっと、与えるっていうことで、昨日ね、生徒は呼び出されるっていうか、言い方ちょっと変ですね。集まって、まあそういうことがあったらしいですね。まあ結構ね、まあ、国立の生徒なんかね、結構課題がたくさん出たよみたいなこと言ってましたね。まあ他の学校もそうですね。で、あとはまあ、随時なんか、課題をね、連絡していくってことで、なんかちょっとよくわかんないですけど、クラッシーよく言ってましたけど、まあなんかネット上のやりとりでね、多分ね、その課題が、提出されるよとかですね、その課題の報告をするとかですね、まあそういう形で、まあネット上でなんかもうやりとりするような、形になっているということですね。ただ、オンラインでなんか映像で授業を配信するっていう話は、ちょっと私が、聞いた都立の学校は今のところ一切なかったですね。まあそういう技術はないと、はっきり学校の先生が言ってたらしいんですけれども、まあそういったことでですね、まあいきなりね、やっぱり難しいのかなっていう気がするんですけど、まあとりあえず、まあ生徒に、ほら、やっとけよ、みたいな、そんな感じだったらしいですね。まあただちょっと疑問なのはですね、まあ、他の、まあ、数学ね、私教えてるんで、数学の課題与えるっていうのはわかるんですけども、まあ他の科目ですね。まあ、例えば体育とか何してるんですかね。体育とかね、何やんのっていう感じなんですけどもね。まあね、ちょっとなんか、これ平等不平等って言い方変ですけどもね、数学の先生がたくさん課題作ってですね、体育の先生は何もしないのとかね、ちょっと思ったりもするんですけどね。まあちょっと、ね、これはまあ置いといて。で、まあ私立の学校なんですけども、私立の学校もですね、まあほぼやっぱりもう、まあ、都内とかね、やっぱりなくなりそうですね。まあ、特に今日も夕方に緊急事態宣言って言ってるので、まあ、とりあえず1週間経ってから学校始めるよとかいうところもあるみたいでしたけど、今日の宣言出たらやっぱりそんなこと言ってらんないぞということで、やっぱりゴールデンウィークまではですね、お休みになると思われますね。はい。で、塾で、実はですね、私、春季講習で、授業がですね、一昨日からあったんですよね。高校、今2年生を教えてる、新高校2年生を教えてるんですけども、塾はですね、春季講習結構普段通り行われてました。で、ただですね、やっぱりこの宣言出ちゃうとですね、やっぱり塾もできないので、まあ、もう寸大とかね、大手の予備校寸大とか河合とかですね、その辺はもうやらないよって言ってますね。で、僕が言ってるところもですね、明日からもう授業なしになると。とりあえず春季講習でも授業なしになると。で、4月度は多分行われないと思います。多分行われないですね。なので、やっぱり映像の配信とかになってくるのかなっていう気がするんですけども、まあちょっと個人的にはですね、僕普段というか教える、これから教える生徒に対してはですね、なんかもう、もしよかったらちょっと課題とかね、なんか郵送してもらえないかなってちょっと思ってるところです。まあ課題といってもね、別にチェックするわけではないんですけれども、まあ、やっておくといいよっていうね、プリントをね、ちょっと、渡そうかなと思っております。ちょっと今、まだ作ってないんですけどね。はい。で、ということで、まあ、塾ではそういう形になっているということですね。で、実はですね、昨日ちょっと私、高校でですね、まあ、東京の方の高校なんですけども、研修がありまして、まあ、その時にですね、ちょっと言われたのがですね、
まあ、結局5月までは、まあ学校はねもちろん休みになる、まあ、休みになるって言い方はあれですね、授業がないと、授業を学校でやることはないっていう形なんですけれども、やっぱりねオンラインね、オンライン上で何かしらやるっていうような話が出てきていて、まあ、僕がちょっと一番恐ろしいな、やばいなと思ったのは、結局5月のゴールデンウィークの先ですね、それも結局同じような状況が続くよと、下手すらもう半年間、もっと長ければ1年間、まあ、とりあえずね続く可能性があると、でそれを想定しなさいっていうふうに言われたんですよね。わ、これちょっとねなんかびっくりしましたね。もうマジかと、まあ、半年間1年間 それぐらいの規模でちょっと想定、そういう最悪の事態、そういうこともありえるよみたいなね、話だったんですけども、まあ、少なくともですねやっぱり5月ですね、まあ、4月はこういう形で収まると思うんですけど、その5月はその状況がやっぱりまた続いても全然おかしくないですよね。なの でそれを踏まえてですね、その研修があったんですけども、研修っていうのは何の研修かっていうとですね、まあ、Zoom っていうアプリですかね、まあ、結局その相互方向で、まあ、授業ができるような形で、そのなんか使い方みたいなのをちょっと簡単に教わったんですよね。でそれをですね、結局僕がね想定してたのは、学校行ってなんか動画を撮影してそれを配信するっていう姿を僕は想像してたんですよ。じゃなくってもう家でやれと、もう学校に来るなと、もう自宅でもうそういうものを自分で何かしらね、まあ、この YouTube もそうですけれども、何かしら送ってそれで授業するっていうのを前提に話が進まれてたんですよね。もう学校でやるんじゃなくてもう家でやれということなんで、まあ、僕はですね、まあ、こうやって一応これ今自宅なんですけれども、この家でですね、これねホワイトボードシール、ね、これね実はねこれなんかちょっと汚いんですけども、これね4万4000円したんですよ。4万4000円、高かった、ね、こんなんで4万4000円してるんですよ。で、まあ、そういうのいろいろ機材とかね、一応照明とかも買ったり、一応撮影のね、撮影するために iPhone もね新しいの買ったりとかしてやっていたので、まあ、それなりに準備はね、まあ今授業しろよって言われたらできるんですけども、もちろんそうじゃない先生もたくさんいるので、すごい困ってましたね。いや本当にどうすんのってことで、本当に自宅でそんなことできるのと、まあ他のね一般企業の方、まあ僕ちょっと同級生とか、あとは教え子とかでね、本当に普通の企業に入ってる人に聞いたら、でもやっぱりもうほとんどもう会社に行ってないって言ってて、もうほとんど行ってないですよ、ほとんど行ってないって言ってたんで、うわそういうことかと思って、まあ、僕なんかまあ塾春季講習普通に行ってたので、やっぱりなんか世間とのちょっと違いはあるなってすごい感じたんですけども、まあ、それがですね、もうこの教育業界でも本当に行われるんだっていうことで、うわー、これはすごい時代になるっていうかですね、これちょっとやばいなというふうに本当に思いました。本当に。で、まあ、僕なんかまだね、あれですけどもね、もう本当にもうね、年齢的に60とか、まあ、そういう超えた方もいらっしゃるので、そういう危機とかにですね、弱い方ももちろんいるので、そういう方が本当にできるのかなとかね、ちょっと思ったり、まあ、あとそもそもね、定期試験とかあるのかとかね、定期試験あるのかね、どうなんでしょうかね、成績どうやってつけるのかなとかね、うん、でさっき言ったけど体育とかどうすんのとかね、音楽とかどうすんのとかね、まあ、音楽の先生がなんかちょっとピアノを弾いてね、それを鑑賞文を書かせればいいとかね、書かせようかしらみたいなこと言ってたけどね、そんなことがあるのかなとかね、ちょっとねもう未知ですよね、本当に未知なので、まあ、僕が今勤めてる東京の方の学校なんですけどね、まあ、神奈川の方の学校はね特に今のところ何も言われてないんでどうなのかなっていう感じなんですけども、こういう事態が本気で起きているということで、まあちょっとね本当にどうなんだろうっていう感じでって感じですね、本当に。で最後ちょっとねお願いなんですけれども、ちょっと僕自身ですね、まあ、4月は多分もう授業することないんですよね、塾とか学校で授業することは多分ないと思います、どっかしらでもないと思います。で、もうやるとしたらですね、やっぱりその、もうこういう、ここの家でですね、まあ、結局こうやって、もう、授業するわけなんですけど、けれども、今、まあもちろん、そんなに私、そんなにね、今のところ編集とかね、あんまりしてないんですけども、まあ、途切れ途切れ撮ったり、まあ、切り取ったりとかはしてるんですけれども、
結局まあ編集すると結構やっぱ時間がかかってしまうんですよね。でそれでまあとはいえですね、とはいえやっぱり撮り直しとか結構してるんですよ。あ、これ失敗したとかね、ちょっとここ間違えたなとかって撮り直したりしてるとですね、やっぱりその1本の動画ね、まあ、10分ぐらいの動画でもやっぱりいろいろ含めて考えると、そのやっぱり30分とかもう場合によって1時間とかやっぱりかかっちゃうんですよね。で僕自身ちょっとやりたいなって思ってることが一つあって、それがですね YouTube ライブってやつなんですよ。 YouTube ライブで、 YouTube ライブはもう本当にそのままもう動画撮ってバーって授業やってっていう形で、特にもちろんその場で編集することもないので、そのまあちょっと消したりとか、まあ本当の普通の授業ですねをちょっとやりたいな、まあ、特にこれから教えようと思っている生徒ですね、ちなみに塾ではですね中1、中3、高1、高2教えます。で学校ではですね高1、高2、高3教えますね。まあ、ちょっとどこの学年、どこのクラスかっていうのはちょっと言いませんけれども、まあ、教える予定でいます。なので、そういった生徒に向けてですね、まあ、ちょっとやっぱりいきなりね、例えば課題だけ与えられて、それやれよっていうのもね、やっぱりなかなか大変だと思うんですよ。それをね、一歩でもちょっと手助けしたいっていう気持ちはあるんで、で、ただ、まあちょっとその YouTube ライブっていうものができればですね、まあ例えばこの日の何時から何時は YouTube ライブ、例えば中学校3年生の式の展開、因数分解の授業するよとかね、そういう形でちょっとやってみたいっていうのがあるんですよ。ただね、僕やるつもりでいたんですけど、今日調べたらですね、チャンネル登録者数が1000人いってないとできないんですよ。チャンネル登録者数が1000人いってないとできない。もうちょっとね、もう全然もうやる気満々でいたんですよ。おーし、やってやろうぞと思ったら、俺1000人いってないじゃんってなったんですよ。今ですね、多分520人ぐらいですね。520人ぐらい。ということでですね、まあ、お願いっていうのはですね、まあ、多分この動画を見てる人はですね、多くの方が、まあ、チャンネル登録している方が、まず見てくれてると思います。で、まあ、さらに、まあ、今登録してなくてもたまに検索とかして僕のことを見てくれてる人は結構いるかと思うんですけれども、まずねぜひですねチャンネル登録してない方は本当にチャンネル登録ぜひしてください。まあ、ちょっとアカウントね、 Google のアカウント持ってない人はちょっと Google のアカウントちょっとね、ちょっとした操作めんどくさいですけど手に入れていただいて、それでちょっとやってもらえたらなと、チャンネル登録してもらえたらなと。あとはですねチャンネル登録してる方もですね、ぜひね一人でいいので、ね、自分のね、弟とかでもいいですし、お父さんお母さんでもいいですし、まあ、誰か一人でもチャンネル登録ね、一人でも増えていただければね、単純に500人が500人紹介してくれたら1000人になるので、そうすると YouTube ライブができるので、まあ、僕もね目標1000人っていうのはね今年掲げてたんですけども、ちょっとそういった事情でちょっと今ちょっと救急車通ってますけれども、今救急事態なので、本当に救急事態なので、ぜひですね YouTube ライブを僕にやらせてほしいっていうことで、よしよかったらねチャンネル登録ねする、もしくはまあ誰かにしてもらうようにしてくれると本当に助かります。僕自身もですね、まあ、やっぱりですねもう生で本当は授業したいわけなんですよね。で僕はね本当になんか授業すること以外ね、そんなに能力ないんですよ。もう本当に自分で言うのもあれなんですけども、ただね自分が唯一ね、まあ、こんなこと言うのまで誇れるなって思うのは、とにかくね授業はたくさんしてきた。まあ本当にね去年とかもですね、もう去年とかもっていうかほぼ毎年週 7日働いてますし、何かしらどっかで授業してますね。で、まあ、多い日とかですね、学校で、まあ、5時間ぐらい授業して塾で4時間授業するとかですね、まあ、そういった形の曜日もあったりとかいう形で、とにかくですね他の人より授業する体制はあるんですよ。でよく他の先生にそういうこと言うと、よくこんなに授業できるねって言われたりはします。ただねやっぱりそれはなんで授業できるかっていうとですね、それは生徒が目の前にいるからなんですよ。生徒がいるから、まあ、やっぱりやる気になるわけですよね。これをね、自分一人でやろうと思うとですね、やっぱりですね、まあ、この3月の期間ですね、最初はある程度意気込んでですね、1日何本も動画上げてやろうと思ってたけれども、やっぱりですね、そんなにうまく、やっぱり、
なかなかね、人間ってそういう風になってるもんですね。時間があればあるほどですね、やっぱりね、時間があるからといってね、やらないっていうところあるんですよ。ただまあちょっとね、YouTube ライブやりますよとかですね、この時間の何時間何時にやりますよって宣言してしまえば自分もね、絶対やりますので、まあ自分がコロナウイルスでかからない限りですね、やりますので、まあそういった形でぜひ協力してほしいなという風に思います。まあこのね、この期間がなくなったらですね、もうチャンネル登録外してくれて構わないので、まあ、この期間だけでもですね、ぜひね、チャンネル登録してほしいなと。まあ、自分としてはもう本当に数学の授業をして、まあ、なんとかね、まあ、家でやっぱり一人で勉強するのは大変だと思うので、それを一人でもちょっと手助けしたいっていう気持ちはあるので、自分はもうそれしかできないので、まあ、家でですね、こもって、僕もね、いろいろ、やることあるかっていうとね、そんなにないんで、本当にもう、YouTube で授業することしか、今頭の中で考えてないので、まあそうなるようにですね、ぜひね、皆さん、一緒にね、頑張ってやっていきたいなというふうに思ってますので、もしよかったらよろしくお願いしますということですね。はい、ちょっと長くなりましたかね。ということで、よかったらね、チャンネル登録してまた見てください。では。